いや、やっぱり先生がね、はい、意外と運動能力高いっていう話あんまりね、すべての運動得意なわけじゃないけど、その反復横跳びだけ早かったっていう、ね、はい、うなずけるなって感じしましたよね。なんでなんで、さっきあの収録始まる前、我々ズームで繋いでるじゃないですか。はいはい、私トイレだけ行ってきますみたいなのもあるじゃないですか。うん、うん、その逆で先生がなんか 目になんか入っちゃったみたいで、目洗ってきていいですかみたいな、あったね、ね、言ったんで、ああ全然全然って言って、ただ先生業界から足は洗わないでくださいよって言ったら、もうシーン、もういなかったからあ、やっぱり2、3歩早いなと思って、アジリティ大変失礼しましたね。あ、どうも井上まででございます。皆さん、あ、どうも伸びちゃったです。お昼の休み時間ラジオでございますけれども、いやー先生、ルヴァンカップ、はい、ありましたね。いや、盛り上がりましたよね、各所ね。いやー、なんでもう一歩のとこまで追い詰めたチームも多かったんですね。そうだね、いたね。八戸は鹿島と延長戦まで行きましたね。行きましたね。行きましたし、今治が神戸をね、もう一歩のとこまで、そうだね、ありましたけれども、どうだ、どう見ましたか、うん、先生はね。いやー、ほんとね、あと松本と福岡かな、うん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 、PK 戦まで行ってなんてこともありました。はいはいはい、うん。まあ、それでもだから、なんか前回1回戦の J3 対 J2 よりかは、うん、はい、なんかやっぱり J1 の壁って高いんだなっていう。さすがですね。さすがのうっちゃり方をっておりました、ね。思いましたね、結構、これは。しかもね、まあ、ルヴァンチームっていうことでね、まあ、普段控え組のメンバーが多かったかと思いますけど。そうっすね。ただアップデート見るやね、うん、主力を出してきて、最後バコンってやるっていう感じでしたか、うん、ね。そうでしたね。主力チームはちょっとレベル違うなって感じしましたね。そうでしたね。町田も北九州に対してね、うん、結構ないい試合を、ね。やってました ね、いろんなドラマがあったんでしょう、うん、これ教えてもらいたいですね、コメント欄で。そうだ ね、 と思えば夜はチャンピオンズリーグ、ね、あったね。いやいやいや、勝ち抜けたのがね、結局はバイエルンと、ね、レアルト、レアルトっていうことですけどね、うん、プレミア勢が負けてしまいましたね。いやー、シティ負けちゃいましたね、うん、アーセナル負けちゃった。富安さんが途中でね、コンタクトレンズ外れるシーンがありましたけれども。ああ、そうなんだ。ね、世界中が見ば、サッカーファンが見守る中、うん、ね、手鏡を手元に、ね、コーチの女の方が手鏡を当ててあげて、コンタクトを入れるってシーンがありましたけどもね。よかったな、いや、残念でしたね。もう一歩進んでほしかったですけどね、僕的には。そうだよね。ね、うん、うん、いやいやいや。ってことで、あれでしょ、うん、クラブワールドカップのヨーロッパ組の陣容が、まあ、ほぼほぼ決まったというか。あの、アースナルがこれ負けちゃったことによって、クラブランキングポイントではザルツブルグの方が上だということで。へー、あ、そう。だバルサ出れない、トッテナムもリバプールもアースナルも来ない。うん、けど、うん、ザルツブルグが入りますっていう、ね。あ、そうですか。こんな感じになってる、ね。いつのクラブワールドカップですか？2025のあの32。2024はやらないんですか？2024はなんかね、ちっちゃい展開って言ってたらあれですけど、うん、なんかあるらしいですけど。ああ、そうなんだね。そうそう。まあ、みんなが注目して2025の賞金ね。うん。展開一武道会は。ね、そう。うめんどくさいから、展開一武道会って呼びましょうかもね、2025。どうですか？うん。あと、一応ちなみに言えば、まずあの、はい、アジアもね、うん、ウルさん決まりました。ああ、そうですか。世界一武道会が決まりまして。マリノスに 1-0 で勝ったことによって、うん、ポイント数で、いわゆるアルヒラルと浦和以外に抜かれることは絶対なくなったから。うん、あの一勝で。そう。ファーストレグなのに。うん。じゃあもう、じゃあもう譲ってほしいね。本当なんだよね。もういいじゃん。もういいじゃん。マリノス大事なとこだから。そうなんだよな。もらわんでもでもね、横浜でぶっちのめしますよね。いや、そうよ。ね、勝ってもろて。いや、ウルさんおめでとうございます。もういいでしょ。おめでとうございます。おめでとうございます。大丈夫でしょ、もうね。ね、お願いしますよ。あとはね、西地区の方では、はい、アルヒラルがついに世界記録出せた連勝記録が止まってしまって、うん、アルアインに敗れてしまうというね。お、完全に敗れた？そう。あ、じゃあ決勝。あとね、いわゆるセカンドレグはまだですよ。ファーストレグがやって。あ、そういうことね。あ、そうですか。はい、そうそう。だから、
どうなるかね。どうなるかだね。どこになるのかみたいな。はい。ね、アルワイン対ウルさんってなったらもう誰も見ないですよ。ね、いや、そりゃそうですよね。ね、まあ正直そうだね。まあまあまあ。かつてそういうのもありましたからね。やっぱり日本勢残ってほしい。残ってほしいね。マリノスに頑張ってほしいからね、ここは。本当ですね。いやいや、信じましょう、これはね。信じようね。応援しましょう、これは。本当ですね。そして今夜は何と言っても、ね。はい。UAE、ね。砂ぼこり立て、巻き上がる。UAE、今夜負けたら終わり。そうなんだよな。UAE、日本の弱点知ってるらしい。UAE、でもギリギリ韓国に負けた。ね、そうなんだよね。で、同じ UAE。UAE でございますね。そうですか。まあ、ここ勝てば大丈夫ですからね。そうですね。ね、うん、決勝トーナメント。ただ日本の疲れといいますかね、じり我慢の試合でございましたからね、そこだけちょっと憂慮しますけど、メンバーはうまいことね、こう、あれしてやっていきたいですね。そうですね。まあまあ。これは、プレビューの方はね、先生の方はね、はい、朝出てると思いますので。ということで、それはそっちに見ていただければと、はい。見ていただければと思います。ですけど、あれもすごい、やっぱすぐやってきますな。これは。すぐよ。嬉しいけど。ねえ、だって、まず次あれよ、うん。月曜よ。韓国戦。いや、ほんと大丈夫これ。逆にここで決めないとね。ねえ。立ち上がったところですげえなんかゼーゼーしてる感じになっちゃうからね。そうなんだよね。ここはしっかり行っておきたいですね。そうですね。これもう決めてね、韓国も中国に裏で勝つでしょうから、うんうんうん、もう勝って決めたら韓国とも一緒にさ、もう休んで。うん、ねえ。なんか、もうじゃんけんにしようって最後。いやいやいや、ね。だら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 ボール回ししてお互い。ねだってお互いにとって良さないんだから、これ。勝った。うん、そうだな。そんなところで。大事だな、出場権オリンピック取ることなんだから、ベスト4に入んなきゃしょうがないでしょ、うん、そうなのよ。これ勝って向けてもベスト8にしかならないでしょ、まだ8です。でしょ、だその次のが大事なんだからさ、うん、3位にならなきゃいけないでしょ、日本と韓国でこれ削り合ってる場合じゃないですよ、これ。そうなんだよ。ね、UAE、虎の川の川ザインをやめて。UAE の方から今届きまして、ごめんなさいね、翻訳に時間かかりました、すみません。トラヌタヌキの革材をやめて、とどねよと、ちょっとまだやってないでしょう。あのちょっと時事的な話ですけど、うん、あとちょっと気になるのは、それが時事じゃピンとしたのかしら、時事って言ってないだろう。何ですか、あのほらこの間さ、言うあのほらあれだ、カタールのその会場が雨降ったって話したでしょ、うん、38度予報って言ったら雨になってちょっと涼やかにやれたみたいな、結局そしたら言う中東がそのめちゃくちゃ雨降ったんですってね、全体的にというか、うん、でいわゆる UAE でもめっちゃ降ったんですけど、うん、1日で2年分降ったそうです。なんかあったねこれね、本当に誰かがなんかね、おまじないかなんか、どういうこと ?1 年で2年、ね、1日で2年分降るって。もうじゃあ2年降らんでいいってこと?いや、そんなことにはならないと思うけど。どういうこと?でもだから、ね、そう、異常気象、雨量だから今ちょっと大変みたいでね、UAE 的にも。オマーンとかかな、そこら辺が。雨でなんか亡くなられてしまった方もなんか出てるみたいな話が出てるぐらいなの。ちょっと災害級なんだ、これ失礼しました。そうなの。あ、そうですか、あ、そうですか、あら、それは大変だ。だから、マハさんがほら、この間、UAE 対韓国から見てて、うん、あの、もっと UAE から人来なさいよって言ってたけど、あっちでそれ雨で来れなかったんじゃないか説もあるんじゃないかなと思ったぐらいで。そうなんだ、じゃあいろいろ大変なんだね、そうか。そうそうそう。ごめんなさい、ごめんなさい、そうか。なんてこともありました。なるほどね。うん、だからなんかこう、ね、いわゆる UAE にこう、もうこう、駆けつけるためにっていうので、こう、だから代表選手の皆さんもすごい頑張るってことがあるんじゃないかと思うので。そうですね。出て一つになってきますからね。うん、まあ、ただ日本もそこは譲れませんから、これは。間違いない。行っちゃいましょう。うん、まだ日本の攻撃あんまり見てないんだから、我々。そうなんだよね。10分、15分ぐらいしか見てないんだからね。まあね、めくるめく攻撃賞の幕開けだと思ったらね。あんなことになっちゃいましたから。後半もケイン君が2回ぐらいこう仕掛けたぐらいのあれでしかなかったですからね。ちょっとあれじゃない、守備には自信持ってんじゃない日本は。もういやめちゃくちゃ持ってるよね、あんだけ守備練習を繰り返したわけですから。
ね、そうだね。もうあれでしょう。自信あるでしょうもね。いや、でかかったね、あの時間はね。いや、そう、そうしなってるといいですよね。いいと思います。そう言える大会になってほしいね。楽しみ。そうだね、うん。楽しみでございますよ。とにもかくにも、はい、この後、20何時？24時半、キックオフですから。わかりました。ね、つまり徹底予想チャンネルで J リーグの予想チャンネルをやるわけですよ。これできるんですか？大丈夫ですか？川端さんとか。UA にいるんでしょ？いや、そうです。だから、プロデューサーからで、はい、ね、そういう連絡も入ってるんですけど、返信はまだ多分ないと思うんですけど、この時点では。どうなんだろうね。ひょっとしたらお休みかもしれないね。かもしれないですけど。徹底予想自体が。どうなるか。徹底予想自体はありますね。うん、ああ、だから川端さんがか。徹底予想自体はやるの？川端さんいなくても。やる。今のところやるって話ですからね。ああ、そうですか。はい。嵐は5人でしかやらないよ。川端抜きで続けられる俺たち。川端抜きであの歌歌えるか俺たち。いや、でもさ。4人でやってきたのに。うん、いや、俺もなんかそういうあれ、なんか言いたいなと思ってたんだけど、うん、ほら、この間さ、まずあの、はい、あれだ、月曜日の試合の日なんかは、うんうん、だって2時間くらい前までグレモル君と同時視聴してたでしょ、あの2時3時さん。誰が？川端さん。あ、そうなんだ。現地から。そう、あ、川端さんはもうあれか、グローバルな人だから、もう日本にいても UAE にいても関係ないってことね。できんでしょうね、きっとね。グレモル君と2時3時グレモル君となんか2時3時のライバーさんが、だから誰がどこのチームの配属になるのかっていうのが同時視聴っぽいことを。赤目さん、そういうのも明るいんだ。お好きなんですよね。すごい。現地取材あんな23行きながら、そういうの、あ、試合の直前にそれやってるから。じゃあ行けちゃうかもしれないね、これね。そう、だから僕らが気にしすぎなのかもしれないなと思ったくらいで。そうか、そうか、そうか、ね。我々海外旅行だったら別のね、人生をちょっとその時間生きてるようなね。そんな感じですよ。川端さん、そっか。ね、一回だってウズベキスタンの公園からね、ちびっこりのぞかれながら、びっくりしたよね。徹底予想チャンネルやったことありましたもんね。あれが一番記憶に残ってるもんね、ちょっとね。残ってますね。なるほど。すごかったね。憧れますね。国際人ですね。そっか。私にはできない。国内でも多分できないからな、きっとな。そうでございますか。そうだね。いや、ちょっとこれは楽しみになってきましたけど、うん、いや、怒涛とさすがになんかいろいろなんか 見ましたね。なんか今週、ストーンって感じでなんかね、突き抜けましたね。やっていただいちゃってこれ、ね、まだね、しっかりじっくり見たいなっていう試合が多いですね、これね。そうなんだよね。でもそんなことしてる間に次の試合来ちゃうよね、これね。やってくるんだよね。いつもこんなことばっかり言ってるからね、私は。じゃ G3 だけね、今週は一応お休みっていう週になりますけど。はいはいはい。なんかあれですね、今までの、あの未消化分の試合、4試合をやる週っていう感じにはなってますが、うん、他のね、J1 も G2 も普通にありますし。はい、あ、普通のヨーロッパの試合もありますし。そうだ、先生。なんつっても喋るの。長谷部選手引退のね、話題でございますけれどもね。これちょっとさ、はい、ちょっとゆっくりやりたいテーマがあってですね。はいはい。これ日本人最高到達点の選手、うん、現時点、今日の時点でね、うんうん。過去日本人最強フットボーラーは一人挙げるなら誰だっていう企画をね。うん、これはね、人によって違うと思うんですよ。違うだろうな。これある種ね、切り取り方だって長谷部誠ですよね。いやー、そうでと思います。俺もそうでしょ。だと思う。間違いなく、いろんなトロフィー取ってるわけだし、うん、稼働時間、ワールドカップもね、うん、キャプテンね、いやいやいや、遠藤航だろうっていう人もいますよね。それだってチャンピオンズリーグでね、チャンピオンズリーグじゃない、うん、こうプレミアのちょっと争うようなチームでレギュラー張ってこんな選手なかったろうっていう人も。そうだね。いりゃ、いやいやいや、中田秀俊お忘れかと。いや、そうだよね。パイオニアという意味では、いやいや、香川真司だろ、そういう意味ではと。ね。いや、そうだね。という人もいるし、いや、インパクトとかね、この一般社会に与えた、このなんていうの、うんうん、イメージという意味では、これは本田圭佑に勝るものいないでしょうとか、三浦和義知ってますかとか、いや、卵と国重でしょとかね。いや、結局ね、長友なんですよっていう人もいる。いやー、わかるね。そうでしょ。いや、どう考えたって三笘ですよ、インパクトが違うねみたいな、そんな現時点でのこれ、いろんな盛り上がり方できると思うんで、明日はそんな話で盛り上がっていきます。
明日は多分ね、あれだろうね、代表戦の終わった話だと思うけど。そうなるわな。そうだな。アンケート取りたいな。そうそう、これアンケート取りたいと思うのよ。これ生配信で適当にアンケート取ってくるわ、僕一人で決まるときにお酒飲みながら。ね、まあでもこれはコロニーとかね、世代とかにもよりますもんね。ただ、やっぱ一個のジャンルの日本一を取ってますよ、絶対ね、この発言。いや、そうだね、間違いないよ。今のはないですよ、サッカーはね。そうだね、大きな影響を与えた人ですよ。ドイツ行って 2,3 年ぐらい経った時の情熱大陸見ましたけどね、監督になった時のメニューってノート取ってるらしいっつってね、あの練習の、はい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 、こんな練習あるんだと思ってる時ノート取ってるんですね、わはーみたいな。わはーって楽しみだな。もう久保田を今思い出したわ、今は。ジャイアントキリングのね。ジャイアントキリングの、いやー、はじめさんもこれを機にコーチね、コーチですね、もう Vlog でお願いします、ね、やってほしい ね、 うん、ね、既婚ね、うん、既婚元 J リーガーの日常ね、なんかいろいろいろんな実績が抜けちゃってるけどね、独身 J リーガーの日常ね、田中源さんとの田中源さんね、逆に行こうとしたらね、でも間違ってれば既婚やってほしいな、コーヒー引くとこから始まってほしいな。見たいな、奥さんとかチラ見させてほしいな、ね、ね、うん、そうです。誰だと思います、最強選手は H で。いやー、でも僕はちょっと長谷部誠だなって感じありますね。いやいや、でもそうですよ、なんかね、成績を振り返るあのあれがありましたけど、すごい取ってるでしょ、ブンデスリーガーも取ってる、ヨーロッパリーグも取ってる、ヨーロッパリーグも取ってる、ねね、やっぱりあえてね、ずっと、うん、そうだね、ずっとやっぱ長いことこうレギュラーとしてできてるっていうのもでかいよね。そうなんですよね。うん、そこをやっぱり一番の偉大さと取りたいですよね。しかも海外でキャプテンをやるに至って、しかもね、自分で引退のね、うん、時期決めれてましたし、そうなんだよね。ね、遺留もされてるし、この人材として遺留もされてるという、こんな人がかつていたり、これからもいるでしょうかってことですよね。そうだね。ね。偉大だわ。これ重要なサンプルですよ、これはね。間違いない。一回東大の研究室にね、来てもらって。ね、調べさせてもらうよ。ね。なんか本を出すとしたら、これね、辞めるにあたって現役を。うん、ね、なんていう本ですか。うわぁ、ね。心を整えるなんてね、売れましたけれども。うん、売れましたもんね。これ僕わかりましたよ。なんでしょう、ばあさん。家の荷物を整えるです。まあちょっと引っ越したりするかわかんないが、引っ越さないのかな。引っ越さないよね。フランクフルトにね、長谷部城が立ってるんですか。ね、紫のね、藤枝の色をまぶしたね、レッツの色も入れてるかな、どうかな。そうだね、あるだろうな。そうかそうか、住居を整える。ね、今日整える、もうなんか、ね、まだ独身なんだったらね、戸籍を整えるでいいですけども ね、もう既婚の方でいらっしゃいますから。そうだ ね、これからドイツを整えてほしいですね、これからは。ドイツを束ねてほしいですね、これね。いやー、そうだね、します、ドイツ代表の方が早かったら、やば、ね、フランクフルトで、ね、うん、2回優勝して、次ドイツ代表、どうします、ね、困るな、そんなことになって。初のドイツ人以外のドイツ代表。やば、ね。カイザーがつきますよ。でも、それはそれ、ちょっと誇らしいっちゃ誇らしいこともありますね。誇らしい、ドイツ代表はね、ないでしょうけどもね。ないですよね。でも、ね、ちょっと、監督として、うん、まあ、ドイツでやるでしょうね。やるでしょう。それがまず日本人として初じゃないですか。初だね。ああ、だから結局、5年後、10年後、長谷部誠こそが一番ってなってる可能性ありますね。なってると思うね。わかんないですね。でも、久保建英さん、チャンピオンズリーグ2回優勝してるかもしれないからね、その時。いやー、川向きアップデートされていくわ、川もね、川本さん現役復帰してるかもしれないから。今から。ね、Cリーグ得点王になってるかもしれない。それはそれで一番すごいことだから。誰がすごいかなんてね、これはもう本当、その人生が終わるまでわかんないけども、今日の時点で背を引くな、誰かっていうんだね。うん、そうだね。ちょっといろんな、ある、いや、中村俊輔でしょ、という人もいると思います。いやー、いるだろうしな、ね、
川口よしかさん、いやいや、そう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 、ね、そうだと思うんですよ。ね、何度に何々においてって言って書いてほしいですね、これね。そうだね。と、うん、いうことで、いや、ね、はい、うん。うん。僕はあの光平さんだと思いますけどね。表金度合いにおいて、ね、そういうのもありですよ。ありだね。そういうことですよ。ありあり。うん。皆さんお願いします、はい、コメント欄、はい、現時点で8月19日時点の4月、はい、8月19日疲れちゃってるの、疲れちゃってるんだよ、もう腹減ってるの、正直、ね、ちょっとゆっくりしてます、ありがとうございました、ありがとうございました、ということで今夜同時視聴です、楽しみですね、楽しみですね、E を倒しましょう、倒しましょう、うわあーいい感じにやられたが UAE の略だったって思わせてやりましょうねえねえびっくりしたわ、なんかうわーって言った瞬間、あー取れてなかったんだとかちょっと今思っちゃったもんな、危なかった、いやいやいや、歌を歌いながら、うん、愛を、うん、いい感じに育みましょうUAE ピーヤねえブンブン、いい、全部いい感じじゃねえか、ブンブンBKB のパターンが正確に思い出せなかったんです、すいませんありがとうございます、明日ありがとうございました、じゃあね、じゃあまた同時賞24時でお会いしましょう、はい、ありがとうございます、お願いします、24時半ちゃんと言いなさいよ、そこありがとう、いや24時言ってくれたから、ありがとう、24時半でしょ、はい、そうです、集合するのは24時15みんなと、みんなと、あ、我々は、我々はもうほぼずっとぶっ続け、あ、そっか、出て、そう。大変な日になりそうですね。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもー。